ラツィオ州政府ラツィオ州は、イタリア共和国中部にある州。州とは、イタリアの首都であるローマ。州人口は、約570万人で、ミラノを要するロンバルディア州、ナポリを要するカンパニア州に次いで、第3位である。ラツィオの名は、ラテンの語源ともなった古い地名、ラキウムに由来する。ラツィオ州の地性図コムーネの高読文による、面積比率。 州の大まかな地形傾向が見て取れる。イタリア半島中部に位置し、西海岸に面する。州とローマは、ペルージャから南へ、約135キロメートル、ペスカーラから西南西へ、約158キロメートル、ナポリから北西へ、約190キロメートル、フィレンツェから南南東へ、約230キロメートルの距離にある。隣接する州隣接する州は、以下の通り。 人口6万人以上のコムーネは以下の通り。人口は2011年1月1日現在。この他に主要な都市としてはチビタベッキやティボリ、フロジノーネ、カッシーノ、リエーティなどがある。紀元前5世紀のラテウムの諸民族ラツヨ州の歴史は都市ローマの歴史と深く結びついている。現在のラツヨ州域には紀元前2000年期以来、 様々なインドヨーロッパ語族の人々が定住した。周域の中部及び南部には、この地域の地名の元となった、ラテン人や、サビニ人、ボルスキ人、ヘルニキ人、アエクイ人、オーンシーといった諸集団が、時間差はありながら定着した。周域北部には、エトルリア人が勢力を持っており、少なくとも、紀元前5世紀までは、他の集団に対して優勢であった。 紀元前5世紀から紀元前1世紀までのラテウムの歴史は、ラテン人の共和制ローマが他の集団に対して支配を確立するための闘争として描かれる。その結果として他の集団はラテン人の要素に同化されていった。彼らが自立を守るための最後の抵抗は同盟史戦争であった。ローマ帝国の長い時代において現代のラツヨ周域は概ね平和な状態を、 謳歌した。しかし、やがて帝国の中心としての役割は失われ、その役割は帝国の他の地域に移っていく。476年、西ローマ帝国最後の皇帝、ロムルス・ワウグストルスは、オドアケルによって、大意に追い込まれるに至る。1860年のイタリア王国。ローマ周辺は、強行領。ラツ周域における権力の真空状態を、 重点したのは、ローマ帝国後期の様々な出来事の結果として力を得たカトリック教会であった。以後、ローマを拠点とするカトリック教会の教皇庁は、イタリアに教皇領を保ち、ローマとラツィオの歴史を左右した。この状況は、1870年にイタリア王国がローマを占領するまで続く。1870年10月6日、 イタリア王国はローマに選挙した。以後のラツヨ地域の歴史は王国の首とローマの歴史と一体であると言える。イタリア王国は旧教皇領をローマ圏とした。周域南部では10年の歳月をかけてポンティーネ出現の間隔と新しい都市の建設が行われリットリア圏が創設された。ラツ周域では第二次世界大戦中に軍民双方で 多数の犠牲が出ることとなった。この戦争中における、周域での特に大きな出来事として、モンテカシーノの戦いや、アンツヨへの連合軍の上陸が挙げられる。ラツヨ州と各県ラツヨ州は以下の5県からなる。左端の数字は、ISTAT コード、アルファベットに文字は、県名略記号を示す。人口は2011年1月1日現在。 面積の単位は、軽平方メートル。中央イタリア方言ナポリ方言2006年の国立統計研究所の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がラジオ州の数値である。州内に本拠を置く。 プロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。コブリーグのセリエ D ではジローネー G、H に属する。ラツヨ州の地方リーグとしてエッチェレンツァラツヨがある。フィウミチーの空港主要な空港には以下がある。フィウミチーの空港はイタリア最大の国際空港の一つである。イタリアのフラッグキャリアであるアリタリア。 イタリア航空などが本拠地とする。チャンピーの空港は1950年代後半にフィルミチーノ空港が建設されるまでローマを代表していた旧空港であり、近距離航空便や格安航空会社などが利用している。ありがとうございます。